カリフォルニア料理本校ではカリフォルニア州の文化について記す。その文化は全体としてアメリカ合衆国の文化に密接に結びついている。しかしカリフォルニア州特有の側面もある。スペインの文化、メキシコの文化、中国の文化さらにはアメリカ合衆国東部の文化に根源を持ち、食材、言語及び伝統に世界中の文化を融合させてきた。 スペインは1500年代以降現在のカリフォルニア州となった地域を探検していたが、18世紀になるまでは植民地化もその文化を伝えることにも熱心ではなかった。19世紀までにスペインはカリフォルニア中に伝道所を建設し、カリフォルニアが広大な土地を所有した。この時から現在までヒスパニック系カリフォルニア人が常に最大の文化的集団になってきた。 さらに、メキシコからの移民が文化的な貢献度において大きな比率を占めて起きた。カリフォルニアの文化は特にラテンアメリカや東、アジアなど他の多数の移民によっても大きく影響されてきた。カリフォルニアは真にメルティングポットであり、かつアメリカ合衆国への国際的交流点である。カリフォルニアは長い間大衆の興味の対象であり続け、 ある種の天国として提唱する者たちによって宣伝されることが多かった。20世紀初期、州内及び地方の提唱者の動きで加速され、多くのアメリカ人がこのゴールデンステートを一年中に師匠が多くて乾燥し、太陽にも山脈にも近いという理想のリゾート地として見るようになった。1960年代、ザ・ビーチ・ボーイズのような人気のある 音楽グループがリラックスして日焼けした海浜を楽しむ者たちとしてカリフォルニアのイメージを宣伝した。カリフォルニア人は社会文化的な慣習と全国的な政治の観点では通常のアメリカ人よりもリベラルであり特に内陸の州に住む人々よりもその傾向が強いとみなされている。カリフォルニア州は全体にはリベラルとみられるが北カリフォルニアは 南カリフォルニアよりもさらに、リベラルと見られている。州内には、スタンフォード大学、カリフォルニア工科大学、カリフォルニア大学バークレー校、カリフォルニア大学ロサンゼルス校及び、南カリフォルニア大学など多くの権威ある大学も、ある。1850年代のカリフォルニアゴールドラッシュは、現代でもその経済スタイルの象徴として見られており、そのパイオニア精神が、技術、 社会事業を娯楽及び経済的な流行を生み、多くの場合は世界中に広がるブームを生んでいる。ヒッピー運動は1960年代初期にサンフランシスコで始まり、さらに1970年代後半まで進展した。カリフォルニア住人の主要言語は英語である。スペイン語は州内全体で次に多く話される言語であり、サンフランシスコベエリアやロサンゼルス市の一部で、 話される、関東語がその次に来ている。ロサンゼルス市では韓国語も多く話されている。カリフォルニア英語はカリフォルニア州内で話される英語の方言である。カリフォルニアは高度に多様な民族でできており、このことがカリフォルニア方言に影響して多くの多言語、特にスペイン語の言葉を多用している。英語が話される国でそうあるようにカリフォルニア英語のすべてを 州内のあらゆる話者が使っているのではなく、またあらゆる面が州内でだけ使われているわけでもない。しかし、カリフォルニアで生まれたあるいは圧倒的に使われていると識別できる言語学的側面も存在している。映画とテレビ娯楽の中心として、ハリウッドが国内は愚か世界中にも英語に影響を与えてきた。多くの方言を持つ英語和社に視覚で訴え、新しい言葉や 新しい意味を知らしめている。カリフォルニア州の公式言語は、1986年に、明大63号が成立して、以来、英語である。しかし、州、都市及び、地方政府の多くの機関は公式文書をスペイン語など、他の言語でも印刷し続けている。サンガブリエル公会堂、ミッション復古町建築の例カリフォルニアミッションの建築など、 植民地時代の建物とは別に、スペイン支配時代を想起させる多くの建築様式が現在も残っている。特に南カリフォルニアでは、化粧漆喰の壁、赤い屋根のタイル、曲線のあるハフ、アーチ型の窓、バルコニーあるいは小灯ですらも、20世紀初期頃にアメリカ合衆国建築様式の動きとなったスペイン、植民地復古町様式と呼ばれる建物に取り込まれている。 カリフォルニア州の今日の建築は、他にも多くの興味ある風変わりな建物を生んできた、革新的な建築様式に結実した多くの文化の影響が混合されたものである。アメリカ映画産業の象徴、ハリウッド・カリフォルニアには、アメリカ映画産業の中心であるハリウッドがあり、これまで映画スターのイメージで流行を作り、海浜に住むサーファーのように、ステレオタイプの生活様式を生み出してきた。 ハリウッドは20世紀初期来世界中の文化に大きな影響を与えてきた。1920年代後半の無声映画が終わった時から1950年代後半まで、いわゆるハリウッドの黄金時代に数多い映画がハリウッドのスタジオから送り出された。スクリーンに映し出される壮観なシーンを生み出す元になったものが、それ以降のアメリカ映画の輪郭を形作ってきた。 新しいワイドスクリーンの利点を生かした壮麗な女子誌が1950年代以降に人気を増していった。今日世界の国やアメリカ合衆国の多衆とも激しい競争が続いているがカリフォルニアは現在も映画産業を支配しその作品は世界中で上映され世界中の人々にフィクションと現実の世界でもその概念に影響力を及ぼしている。ギターは メキシコのアルタカリフォルニアが選んだ楽器であり、ギター曲の二人の作曲者がそれを代表するものである。マヌエル・ワイ・フェレルは、1882年にサンフランシスコで出版された、ギターのためのコンポジションとアレンジメントと呼ばれる144ページの曲集に、その作品が収められ、1915年にはオリバー・ディットソンによって、ボストン再販された。 彼の楽曲の多くがシートミュージック集に収められている。もう一人はルイス・ティ・ロメロであり、1889年にイラディエルによるラ・パロマのギター編曲が発表された。1898年、スペイン系カリフォルニア人の特徴的歌曲と呼ばれる曲集がサンタバーバラでカンシオネス、デルペースでカリフォルニアとして出版された。カリフォルニアは、 多くの国際的に名の知られた音楽ジャンルの発祥地である。以下はその例である。ジェファーソン・エア・プレーン、ドアーズ、モビー・グレープ、ジェファーソン・スター・シップ・カリフォルニア州から生まれたのではない。ジャンルで著名になったカリフォルニア出身のアーティストとしては次のような者たちがいる。カリフォルニア生まれ、あるいはカリフォルニアについて書いた作家としては次の者がいる。 カリフォルニアには次のような著名博物館がある。カリフォルニアでは様々な料理のスタイルを融合させてきた歴史がある。中華料理店、メキシコレストラン、イタリアレストラン、ベトナム料理店、インド料理店など多くのタイプの料理店が州内全域で見られる。1903年にはすでにスペインが残したカリフォルニアミッションを回収するための資金集めで出版された ランドマークスクラブクックブックには料理という観点からロサンゼルス市が最も多様な都市であると書かれている。カリフォルニアの産品が料理にも重要な役割を果たしている。カリフォルニアでは多様な気候区分に属するために様々な農作物を栽培できる。さらにセントラルバレーは世界でも最大級に肥沃な土壌である。ブロッコリー、ほうれん草、トマト、 アボカドなどの果物や野菜ではアメリカ合衆国で最大の産出量を誇っている。健康管理に注意する文化も新鮮な産品の人気を上げることに貢献している。サンバーナーディーの群で開催される全国オレンジ、詳細など果物の祭りが州内あちこちで開催されている。アボカドはカリフォルニアの料理に特別の役割を果たしており、人気のあるカリフォルニア料理の多くがアボカドと、 クアカモーレを組み合わせたものになっている。アボカドは1900年代半ばまでアメリカ人には馴染みのないものだったが、このアネッタイ果物の生産者が多くのアメリカ人にアボカドを試してみるように仕向けてきた。今日、カリフォルニアで多量のアボカドが生産され、多くの料理がアボカドを使うものになっている。例えば、寿司の一種であるカリフォルニアロールがある。他にもサンドウィッチ。 ハンバーガーやピザにまで使われ、これにタコスやブリートなどメキシコ料理が加わる。またトマトの生産も重要である。カリフォルニアのトマトはケチャップの生産になくてはならないものになったが、当初のケチャップはプラムやマッシュルームなどあらゆるものから作られていた。カリフォルニアは環境問題についても定評を勝ち得てきている。特に海岸部に住む住人は概して自然環境とその 問題に敏感であると見られている。カリフォルニアの環境文化には1969年にサンタバーバラ海峡で起こった原油流出事故に対する大衆の怒りが一部寄与している。この事故によって生じた社会的条件の重大さは環境社会学者ハーベイ・モロッチによって詳細に説明されている。1965年カリフォルニア州は自動車の排出ガスに含まれる。 炭化水素と一酸化炭素を制限することで、この種の規制を行う最初の州になった。1967年、カリフォルニア州環境保護庁は、大気中の売人、高化学置き師団と二酸化用、二酸化窒素などを染物に対して、国内で初の大気質基準を設定した。アメリカ合衆国連邦議会は、カリフォルニア州が、 独自の大規質基準を設けることを認め、衆議会はかつてない強力な環境法を制定することで答えた。公共の高等教育について、カリフォルニア州は特徴ある3階層の仕組みを提供している。州内の卓越した研究型大学は、州立のカリフォルニア大学システムであり、世界中のどの教育機関よりも多くのノーベル賞、受賞者を雇用しており、 世界でも最大級に洗練された大学システムと考えられている。カリフォルニア大学システムはそれぞれ別に運営される9つの総合キャンパスを持っており、また他にも多くの特別な施設がある。カリフォルニア州立大学システムは40万人以上の学生数を誇り、アメリカ合衆国の中でも最大の大学システムになっている。州内では、 最古の公共高等教育機関であり、高校卒業生の上位3分の1を受け入れることが目指されている。そのキャンパスはもともと別々に設立された市販学校だったが、現在では総合大学システムの中に組織化され、学士号、修士号、博士号を発行している。公立のカリフォルニアコミュニティカレッジシステムが第三層である。109のカレッジで構成され、 学生数は290万人を超えている。カリフォルニア州には、スタンフォード大学、南カリフォルニア大学、クレアモントカレッジズ及び、カリフォルニア工科大学など著名な私立大学がある。その他にも、数百の私立カレッジと大学があり、多くの宗教系あるいは特殊目的の機関も、含まれている。公共中等教育は、才能のあるもの。 カレッジを施行する者及び職業を施行する者に合わせ実業、言語及び一般教養の選択コースを教育する高校で構成されている。カリフォルニア州の公共教育システムはその特徴ある憲法修正条項により収裁室の40%が教育に使われるよう求められている。カリフォルニア州は太平洋に接していることで その文化と日常生活の多くの面に海洋の影響が大きい。サーフィンは州内でも特に人気のあるスポーツであり、トレスルズ、リンコン、マベリックス、ザ・ウェッジ、マリブなど有名なサーフィンスポットがある。ハーレー、クイックシルバー、ボル、コム、オニール、ボディグローブ、アービカなど世界でも著名なサーフィン関連の会社が州内に本社を置いている。 世界的に有名なサーファーとしては、ボビー・マルティネス、トム・カレン、テイラー・ノックス、およびロブ・マチャドがおり、すべてカリフォルニア出身である。特に南カリフォルニアでは、サーフィン独自の俗語があり、バルスピークと一致している。チューブラー、ラデカルおよび、グナーリーという言葉はどっちか ?1960 年代後半、サンタクルーズと北カリフォルニアは、グルービーやタイトなど、 独自の俗語を開発した。カリフォルニア州は一つの州で統一されてはいるが、北カリフォルニアと南カリフォルニアは恐ろしいくらいのライバル意識を持っている。その誇りは住人の文化で大きな部分を占めている。州が成立して間もない頃、北カリフォルニア住人の多くはアメリカ合衆国北部の出身であり、南カリフォルニア住人の多くは アメリカ合衆国南部の出身だったという事実によるところが大きい。このことは歴史的にも地域方言や政治の傾向における違いで明らかである。南カリフォルニアは昔から保守的な傾向があり、北カリフォルニアはよりリベラルな傾向がある。この点では州と国政において保守派の間でサンフランシスコ価値観という言葉が軽蔑的な意味合いのものになってきた。 その初期の例として、1860年代大統領選挙では、南部民主党のジョン・ブレッキン・リーチが、南部の軍を制したが、人口の多いサンフランシスコ米エリアで、共和党のエイブラハム・リンカーンが制し、結果的にカリフォルニア州で勝利した。しかし、南カリフォルニアも次第にリベラルな傾向が出てきており、2008年大統領選挙では、 ロサンゼルス軍の投票者の約30%が共和党候補に投票しただけだった。民主党候補のバラク・オバマは歴史的に共和党の地盤だったサンディエゴ軍、リバーサイド軍を及びサンバーナーディの軍を制し、オレンジ軍ではわずかに及ばないだけだった。ライバル意識はプロスポーツの世界でも顕著である。特に下記の組み合わせでは、 ライバル意識が強い芸術と文化文学音楽観光地スポーツとレクリエーション。ありがとうございます。